視聴者の皆様こんにちは。九星術式競馬予想チャンネル、モグハンターです。今回は7月28日日曜日、新潟11レースのアイビスサマーダッシュ2024の予想をしていきます。よろしくお願いします。前回前々回と相性の悪さからレース予想をお休みにしている三匹木星の人ごオード星の日が、なんと2週連続で続く暦だったために予想も随分間が空いてしまい、大変失礼しました。先週の中京記念は大好きな小倉開催になったので、ごオード星の日ではありますが、予想を出してみようかなと迷いましたが、当日のレース実況を見てみたら、やはりごオード星の日の特徴がそのまま出た5番人気、1番人気、2番人気というガチガチの決着で、三連複は3570円と極安配当で、いつも解説しているごオード星の日の暦の特徴そのものが出ていたので、やはり原則を崩さず、予想を出さずにおいてよかったと思いました。少しだけ面白かったのは、ごオード星の日で5番人気が勝利したことと、5歳馬同士で1、2着、馬連が5番人気、三連複も5番人気と5が強調されていたことぐらいでした。さて、以前出した動画のどこかで、猛暑開催の新潟開催を白牡開催にしたのは、お役所仕事の JRA にしてはよくやった方だと褒めたのですが、蓋を開けてみたらなんと。メインレースのアイビスサマーダッシュは以前と変わらず3時45分開催でしたね。テレビ中継に忖度したのか、同時開催の札幌とのウィン5の編成上、売り上げに影響が出ると考えたからなのか、いずれにしても、1日の全レースの中で唯一のオープン馬たちのレースが一番熱い時間帯に走らされるのは、なんともかわいそうに思ってしまいます。昨年、暑さに強いと言われていた牝馬でさえ、熱中症になって一番人気を裏切ってしまい、厩舎関係者は状態は分かっていたのでしょうから、たとえ人気でも、横山父さんのように、勇気を出して除外にしてあげればよかったものを、ふらふらの状態で走ってゴールインしたファイアダンサーがかわいそうでしたし、命に別状がなかったことだけは救われたと思いました。今年も出てきますが、私、もうちょっと遅い時間に走りたかったわと、きっとがっかりしていることでしょう。JRA も初めての試みなので、とりあえず様子を見たいというような、お役所的な発想を優先したのかもしれませんが、来年こそは、馬本位の開催方法に舵を切ってもらいたいですね。さて、全国で唯一の新潟の直線競馬の持つ危険性と、私の方から提案した考えられる対応策について、昨年2023年のアイビスサマーダッシュ予想動画の最後の部分で解説していますので、過去動画からぜひ見ていただきたいと思います。今年は事故の起きやすい三匹木星の年ですので、とにかく無事に終わってほしいということを願うばかりです。昨年も車高で罰金処分の騎手が出たように、18頭フルゲートのこのレースについては危険な状況が続いていますので。それでは7月28日日曜日の暦の解説をしていきます。この日の暦は九星が七赤金星、六陽が仏滅です。七赤金星は女星で、シンボルとしては少女のような若い女性性を表します。競馬では若い方の牝馬と女性騎手の対等がよく見られる日です。ただし28日の暦には七赤金星に六陽の仏滅がくっついている点が、運気の判断を非常に難解なものにしています。これまで何度も解説してきたように、仏滅は、脳やノットのような旧姓の持つ勝威を否定する要素になる可能性があり、真ん中寄りや内枠寄りの枠で決まりやすいという七赤金星の勝威や、本来ならば若い牝馬が来るという勝威が打ち消されて、オス馬が来るという反対の結果になる可能性も出てきます。また、仏滅さえついていなければ、
七赤金星の代表的な勝利には、騙し、フェイクという勝利があるので、メインレースでの一番人気の馬がボバであれば、そのままその馬が、素直に人気に応える確率はかなり低いだろうと判断できますが、仏滅がくっついてしまったら、果たしてどちらに転ぶのかは結果が出てみなければわかりません。それは私の経験則から言っても、仏滅の日は 100% 仏滅が旧姓の勝利を否定するかというと、そうでもないからです。仏滅がついていたが、メインレースの結果は旧姓の勝利通りの結果だった、ということも今までにありました。なぜそうなるのかというと、これもいつも解説しているように、六曜よりも旧姓術の方が的中率はずっと高いからだと思います。ただ、六曜の中で一番強い影響力を持っているのはやはり仏滅なので、この日だけは旧姓に対する影響力を全く無視するわけにはいかないでしょう。ただ、その影響がどのようなものか、結局、レース結果が出てみなければ判断できないということであれば、七赤金星の日という暦の勝利は最優先の判断基準にするのではなく、サイン馬券などの他の予想方法を第一の判断基準にして、旧姓はその次くらいの順位にしておくことが無難な判断になるかと思います。そこで私はアイビスサマーダッシュ2024の予想をするにあたって、今、世界で盛り上がっているニュースから題材を選ぶことにしました。ここ2週間ほどの盛り上がったトピックとしては、オールスター戦での初ホームランなど、相変わらず大谷選手の活躍が目立ちましたが、やはり世界中の話題となったのは、アメリカ大統領選挙関連のニュースだったと思います。特にこの2週間の動きはトランプ前大統領の狙撃事件から、バイデン現大統領の選挙戦からの撤退、後継候補、カマラ・ハリス氏の台頭など、世界中を驚かせたトピック満載の2週間でした。そこで、サイン馬券として、今年のアイビスサマーダッシュの出走馬の中から、アメリカ大統領選関連のサインを持つ馬をピックアップして予想を展開していきたいと思います。アイビスサマーダッシュ2024の軸馬の選出について、まず、落馬負傷事故により発生したくも膜下出血から、長期にわたって入院していた吉田隼人騎手が、この度無事退院し、リハビリ生活を送っているという良い知らせが入ってきました。退院おめでとうございます。何より無事に帰ってこれたことだけでもとても喜ばしいことだと思うのですが、何やらまた騎手として騎乗できるようにリハビリに取り組んでいくようなのですが、どんなものなんでしょうか。ちょっと疑問に思ってしまいます。正直に申し上げて、度重なる落馬事故を経ながらも、競馬が大好きだからと何度も再騎乗を続けていった、常石元騎手が最後には勝利インタビューの時にも、目が泳いでいて、チック症状で顔を揺らしながら、ろれつの回りにくい状態で一生懸命喋ろうとしていた凄惨な姿が浮かんできます。吉田隼人騎手も周囲の人々の必死の介護によって、この世界に戻ってこれたことに感謝し、親からいただいた尊い命を大切にして生きていく道を選択して、佐藤哲三元騎手のように、別の形で競馬社会に関わっていく道を考えていくのも良いのではとは感じますが、周りがとやかく言っても、本人が競馬に復帰する意思が固いのなら、仕方がないのですかね。さて、今年のアイビスサマーダッシュはトピックとしてアメリカ大統領選挙をテーマに、サイン馬を探していく方針にしましたが、この形を取るとすると軸馬は年齢の高いボバから一頭、そして女性候補としては、七赤金星の日なので若い3歳牝馬を選びたいところですが、今回は出走していないので、4歳5歳の牝馬の中から一頭を選んでいくのが良いでしょう。
熟慮を重ねた結果、トランプ元大統領を彷彿とさせる名前と年齢の高さから、7歳馬の6枠12番、ウイングレーテストを軸馬1にしました。偉大な勝利というトランプ元大統領が喜びそうな名前で、同枠に、アビッグチア、大きな声援という名前の馬が隣馬番に入っているのも良いサインになると思います。G2 のスワンステークスをすでに勝っている馬で、実力的には抜けているのと、いろいろな予想動画やデータで、初の 1000m 戦では不利と嫌われていますが、前走も35戦目にして初めての 1200m 戦でしたが2着に好走したように、今回も距離はこなせると見ます。問題は新潟で、高齢馬としての熱中症対策でしょう。民主党のカマラ・ハリス氏は女性ですので、軸馬2にはやはり牝馬を選ぶべきでしょう。牝馬の方は、女性騎手、藤田奈々子騎手の乗るマウンテン娘や昨年、一番人気だったファイアダンサー、前走で鋭い末足を見せたモズメーメーなど有力馬が多いのですが、迷った末に7枠13番のチェイス・ザ・ドリームにしました。それほど若いとは言えないカマラ・ハリス氏に、5歳牝馬の年齢はぴったりのように思えます。前走のイダテンステークスは丸山騎手で勝ったのですが、それを酒井騎手にわざわざ乗せ替えてきたのは、このレースに対する矢作厩舎の本気度の表れと見ます。夢を追いかけて、という名前もトランプ氏を追いかけるカマラ・ハリス氏にぴったりの名前ですし、隣の馬番にウイングレーテストが入っているのも吉兆でしょう。次にこのレースの買い目です。今回も自分の馬券の買い方の方である三連複軸一等流し10点買いの2本立ての買い方でいきます。ちなみに軸一等流しを2本立てにしている自分のやり方は、無理にどちらか片方に絞ると切った方が来る、という悔しい思いを長年続けてきた結果、自然と身についた買い方で、自信のある方はどちらか片方に決めて買われれば、投資金額が半分になりますのでぜひそうされると良いでしょう。どちらにするか迷った末に、切った方が来るというのは、私だけが持つ運命的な巡り合わせかもしれませんので、今回の2頭の軸馬から連下に流す馬は以下の通りです。3番、4番、5番、6番、8番、10番、15番、16番、18番、プラス、もう一方の軸馬、以上の10点です。この2頭の軸馬からそれぞれ、3連複、軸1頭流し、10点買いで、4500円 ×2、計9000円の買い目を推奨いたします。なお馬券購入は自己責任でお願いします。大金投入はやめましょう。競馬は少額投資で高配当レースを狙っていれば、大いに楽しめる大人の遊びです。